Ciao tutti! 皆さんこんにちは。イタリア在住の K です。今回も前回に引き続き動詞のピアチェーレについて勉強していきたいと思います。前回はピアチェーレの現在形の使い方について勉強しました。なので今回は過去形、つまり好きだったと言いたい時のピアチェーレの使い方について勉強していきたいと思います。好きだったと言いたい時には、え、ピアチュートとピアチェーバのこの2つの使い方があります。皆さん、この2つの使い分け、しっかりできるでしょうか？私も最初は使い分けがすごく難しくて、しっかり勉強したので、今回は私の復習の意味も兼ねて、一緒に勉強していきたいと思います。レッスンを始める前に一つお知らせがあります。私、この度、日本を飛び出したい方への応援ブログ、題して、地球人のすすめを始めました。私のブログでは、海外生活の楽しみ方、国際恋愛、国際結婚で私が気をつけていること、英語に引き続きイタリア語を勉強中の私からおすすめの勉強方法などなど、いろいろなお題でブログを書いています。皆さん、お時間があるときにぜひ覗きに来てください。それではレッスンを始めていきます。まずこのエ・ピアチュート、そしてピアチェーバの違いについて、この2つの大きな違いは、エ・ピアチュートは近過去、ピアチェーバは半過去というこの2つの点が大きな違いです。そしてエピアチュートを使う場合は、好きなものが人や物、そして特定されているとき、そしてこのエピアチュートを使うときのもう一つの大きなポイントは、主語の性質でこのピアチュート、ピアチュートというのはピアチェーレの過去分詞形になります。このピアチュートのお尻がお、あ、い、えと変化します。そしてピアチェーバを使いたいときは、長い期間または繰り返し好きだったとき、そして過去の漠然とした期間好きだったとき、このときにこの半過去ピアチェーバを使います。もう少し詳しく説明していきます。エ・ピアチュートを使うときは、先ほども言ったように好きなものが人や物、そして特定されているとき、例文を挙げてみると、オ・ビスト・ウンベルフィル・ミエリセーラ、ミエピアチュート。意味は、私は昨日の夜素敵な映画を見ました、私はそれが好きでした。この例文の場合には、ウンベルフィルムイエリセーラ、昨日見た素敵なフィルムというように、好きなものが特定されているので近過去エピアチュートを使います。そして2つ目のルール、主語の性質でピアチェーレの過去分詞形、ピアチュートのお尻がお、あ、い、えと変化します。このルールは、近過去の時の絶対ルールの一つ。近過去を使う時には、動詞のエッセレかアベーレを使うんですが、このピアチュートの場合には、エッセレを使います。ということは、エッセレを使う時のルール、主語の性質で、過去分詞形のお尻がお、あ、い、えと変わります。これは絶対に覚えてください。もう少し詳しく説明していきます。主語が単数の場合には、エッセレの三人称の単数形のえを使います。そして男性の場合にはえ、ピアチュート、そして女性の場合にはえ、ピアチュータになります。複数の場合には、三人称複数の形そのを使います。そして男性の場合にはそのピアチューティ、女性の場合にはそのピアチューテになります。そして次にピアチェーバを使うとき、ピアチェーバは半過去形になります。ピアチェーバを使うときには、長い期間または繰り返し好きだったとき、あとは過去の漠然とした期間好きだったときに使います。例文を見てみましょう。 Quando ero piccola mi piaceva giocare con le bambole。 この文章の意味、皆さんわかりますか？Quando ero piccola、 私が小さい頃、mi piaceva giocare con le bambole。 giocare con le bambole は人形遊びという意味になります。なのでこの文章全体の意味は、私が小さかった頃、私は人形遊びが好きだったという意味になります。 Quando ero piccola という意味、ということは、私が小さい頃、つまり私が小さい頃、小さい頃っていうのは結構長い期間というふうに捉えられるので、この時には半過去ピアチェーバを使います。そしてもう一つ例文を見てみましょう。プリマノンミピアチェーバラピッツァマオラミピアチェ。この文章の意味は、
昔は私はピザは好きじゃなかったけど、今は好きですという意味になります。このプリマに注目です。このプリマというのは昔という意味になります。昔私はピザが好きじゃなかったけど、今は好きというこの昔という過去の漠然とした期間を指しているので、この文章の場合もピアチェーバ、半角を使います。ここで私の追加ポイント。Quando ero piccola やin passato やプリマ。このフレーズが文章中にあるときには 99% ピアチェーバやピアチェーバのというように半角形を使います。この Quando ero piccola、私が小さかったときやin passato やプリマはこれは昔というふうに漠然とした期間を指しています。なので、このフレーズがあるときには過去の一定の期間のことを話しているので半角形を使っていきます。皆さんちょっとは感覚がつかめてきたでしょうか。ここで一緒に練習問題を解いていきたいと思います。まず動画を止めてこの問題3つを解いてみてください。はい、皆さんどうだったでしょうか。それでは一緒に答え合わせをしていきましょう。まず1問目、 Quando sei piccolo ti piaceva leggere il libro。 この文章の意味は、あなたが小さい時本を読むことが好きでしたかという意味の文章になります。はい、この最初のフレーズに注目です。 Quando sei piccolo、 あなたが小さい時、あなたが小さい時という長い期間になるので、この場合は、半角を使っていきます。そしてここで私の追加ポイントがもう一つ、このピアチェバの後に動詞が続く場合にはこの間に前置詞は入りません。 Ti piaceva a leggere やティピアチェーバディレジェレとは言いません。前置詞なしでそのまま動詞をくっつけていきます。そして2問目、ルカアコノシュートアンナイエリセーラエイエピアチュータモルト。この文章の意味は、ルカは昨日アンナに会った、そして彼は彼女のことがとても好きになったという意味の文章です。この文章の場合、好きな対象がアンナというように特定の人物になるので、この文章の場合は、金括弧を使います。そしてアンナは女性単数なので、このピアチュート、ピアチェーレの加工分子形のお尻がアに変わります。なので、正解は、ルカアコノシュートアンナイエリセーラエイエピアチュータモルト。このようになります。そして3問目。インパッサート、チ・ピアチェーバ・ジョカーレ・イル・カルチョ。この文章の意味は、昔、私たちはサッカーをするのが好きだった。という意味になります。この文章の場合は、インパッサートに注目です。インパッサートは、昔はという過去の漠然とした期間を指しています。なので、この文章の場合には、半角を使っていきます。あともう2問いきましょう。動画を一旦止めて問題を解いてみてください。はい、皆さんどうだったでしょうか。それでは答え合わせに行きます。まず1問目、 Mi è piaciuta la storia che mi ha detto ieri。 この文章の意味は、昨日あなたが私に話したお話はとても好きでしたというように、この好きな対象がラストリアケミアデットイエリというように特定のものになるので、この場合には、金括弧を使います。そしてこの好きな対象がラストリア、つまり女性の単数形なので、ピアチュートの語尾が女性単数に合わせてアに変わります。そして最後の問題、答えはチピアチェーバアンダーレインマンタニアオンニドメリカ。この文章の意味は、毎週日曜日に山に行くことが好きでしたという意味の文章になります。ここでのポイントはオンニドメリカになります。オンニドメリカというのは毎週日曜というように繰り返しを表しています。なので繰り返しを表している文章ということは、半角を使っていきます。はい、皆さんどうだったでしょうか。エピアチュートとピアチェーバの使い分け、少しは自信がついたでしょうか。今回も練習問題を6問用意しています。
今回の練習問題では目的語とピアチェレ、この両方を答えていってください。まず最初の文章を見て主語が誰になるのか、そしてピアチェレを使う場合には主語と目的語が入れ替わることに注意して、目的語を考えて、あとは文章の意味に合わせて半過去か近過去かを考えていてください。そして近過去を使う場合には主語の性質に合わせてピアチュート、ピアチェレの過去分詞形のピアチュートのお尻をお、あ、い、えと変化させていってください。この文章の中に必ずヒントが隠されています。なのでそのヒントを見つけて半過去になるのか近過去になるのかゆっくり考えていってください。最初は少し時間がかかると思いますが、ゆっくりでいいので考えていってください。問題が解けた概要欄に回答と簡単な解説をつけておくので、ぜひ参考にして答え合わせをしていってください。それでは皆さんお疲れ様でした。また次の動画でお会いしましょう。アリベデルチー、チャオー。